皆さんこんにちは、ケンジェルです。今日は昨日に続いて、昨日このビデオはきっと1日違いでまた、配信したいなと思っています。前回お話しさせていただいた私の個人的なメモリー、愛する11年以上寄り添った愛犬のルビーのお話を前回皆様にもさせていただきましたが、その時に忘れてしまったお話、少しだけ文章にして後で書き足したのですが、私の言葉でもう一度少しだけ説明したい。しつこいと思われるかもしれませんが、それからまた話が続いていくので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。特にペットを愛する方、ペットロスで苦しい、悲しい経験をされた方に聞いていただきたいなと思います。実は全てがもう本当にユニバースの計画の中にある、神の、計画の中にあると、ビデオの最後にお話しさせていただきましたが、その通りに、それを物語ることがちゃんとこのルビーのアセンション、ルビーのトランジションの中でも起こりました。起こっています。それは、何も知らないルビーは本当に元気でした。最後の最後までちゃんとトリートも食べて、お食事も一日必ず一度はして、そしてお散歩も、心臓が悪いのであまりリーシュで連れて行ったりはしませんでしたが、ストローラーにバギーに入れて毎日連れてっていました。そしてちゃんとお庭で他の犬が来たりすると威嚇するぐらいの元気がちゃんとあったのです。ルビーはちゃんとそんなに多くのたくさんの心臓病で最後苦しんでいるワンちゃんたちのストーリーを私も聞いたことがありますが、ルビーはそのような本当にどんどん痩せ衰えていって、ご飯も食べれなくなって、呼吸もできなくなって、横たわることもできなくなって、苦しむということはルビーはなかったのです。それで私の家族のものも、家族のメンバーも、犬を愛する家族のメンバーも、ルビーはちゃんと治るから大丈夫とみんな信じていて、それなのに実は私のその家族のメンバーが、普段はお誕生日とクリスマスしか何にも私に送ったりギフトを送ったりすることはない家族が、突然サプライズのギフトでルビーがトランジションした翌日にこれが届いたのです。ルビーちゃんのティッシュカバーです。ルビーちゃんの可愛いルビーちゃんのそっくりさんのティッシュカバーがサプライズのギフトで、本当に翌日です。これも嘘ではありません。翌日に届いたのです。私が泣いている時、泣きながらその前日、ルビーがトランジッションした当日、家族のそのメンバーとお話をして、泣きながらお話をして、私に謝らなければいけないことがあると言われ、何ですかと言うと、絶対泣くと思うけれども、ごめんね、サプライズで、あるものを、ルビーのものを送っちゃったの、もうすぐ届くと思うから、だからもう準備していて、言わないでサプライズで送ったつもりだったけれども、言った方が心の準備ができると思うからと言われていた翌日にこれが届きました。もちろん彼女が言った通りまた号泣しました。でもちゃんとユニバースは、ディヴァインは、神様は、ルビーちゃんは知っていたのです。そして私にティッシュカバー、ちゃんとルビーを抱っこしながら、このルビーの笑顔、ハッピーに元気にピュアになったルビーの笑顔を見ながら、ふわふわのティッシュカバーに包まれて、泣くだけ泣いて、顔、涙を拭いなさい、拭きなさい、鼻をかみなさいと、このティッシュカバーを送ってくれたのです。これは、家族のメンバーが
私のためにルビーにそっくりだったので、見た途端にこれだと思ってクリスマスプレゼントのために買っておいたのだそうです。でも何かが彼女にダメ、クリスマスまでも、待たないでこれは送るべきと感じたのだそうです。そしてそのタイミングで届きました。このお話も、昨日前回のビデオでシェアしたかったのですが、シェアすることができませんでした。今本当に私たちは大きな変化の中にいます。これは私のビデオで何度も何度もお話ししていると思いますが、この今の今までの私たちの苦しみや悲しみ、先が見えない、本当に何か少しいいことがあった、少し楽な人生があった、楽なことがあったと思ったらまたドーンと谷に落とされてしまったような、この本当に良いことは続かないと私たちは教え込まれてきたような、この地球上での人生、それは今もう幕を閉じようとしています。もう私たちはいいことは続かない、何かいいことがあるとドーンと谷に突き落とされると言ったようなことはもう経験しなくてよくなります。最後の最後の戦いで、今はこの愛と光だけではない、この地球にはデュアリティ、相対性があって、ダークな部分、闇の部分も同時に存在していなければいけなかった、この地球上での私たちのいろいろな実験、ありとあらゆる経験、感情を味わう、経験を味わう、相対性を味わうといったこの実験はもう終わろうとしています。だから本当は私たちに死の苦しみも悲しみも別れの苦しみも悲しみも必要のない領域、次元へ、必要のない新しい世界へと私たちは行くのです。でもルビーちゃんもたくさんの、皆様の今まで愛してきた人々、愛してきた動物たちも地球のこの実験の中、自分でいろんな経験をしよう、いろんなことを学んでみようと思って決めて降りてきたので、必要のない苦しみや多少の苦しみ、たくさんの苦しみかもしれません、病気など事故などでの死を経験したり、それによる辛い悲しみをお互いに味わったりしてきました。でももうそれを卒業する時が今本当に近づいてきています。今年2018年、ここ3ヶ月、残り2ヶ月半ぐらいありますが、今年来年2019年あたりから人生が本当に全く違ってきた、変わってくるのではないかなと私は予感しています。アセンションがいつとかいう、イベントがいつとかいうお話はいろんな人々がいろんなことをいろんな方法で受け取ったりしていますが、2020年であるネオグリマーが言っていました。2020年と彼のビデオで何度も彼は言っていました。2020年や2024年という人々、これ、あと50年ぐらいかかるという説もあるみたいですが、私は50年はかからないと思います。40年も30年も20年もかからないのではないかと思います。イベントは本当に間もなく、私がまだここにピンピンと生きている時に必ず起こる、 何かしらの形で大きなイベント、地球上の人類が皆驚いてしまうような、変化してしまうような、本当に一瞬ではないかもしれません、一瞬かもしれません、本当にそれは誰にもわからないと思いますが、全てが変わってしまうようなイベントが必ず近いうちに起こるのではないかという予感がします。変化のこのスピードがものすごく速くなってきていると思います。たくさんの嘘が暴露されていますよね。たくさんの嘘が今本当にベールが剥がされて、
ペンキが剥がれてくるように、たくさん今まで私たちが知らなかったような驚くことが今報道されるようになってきています。密かにまたは堂々と一般のメディアの中で報道されるようになっています。そして今でもまだ私たちをブロックしよう、アセンションをブロックしようとして、メディア、テレビや新聞、このメディアの中で大きな嘘のニュースが今でも流れ続けてきています。私たち今まで本当にロボットのように、ゾンビのように、ずっとこの騙されて、一部の人々、一部のスピリットたち、エンティティたちに騙されて、私たちは何十年も、人生何世紀にも及んで、この地球上で耐え忍んできたと思います。この人生だけを取ってみても、よくよく考えると、本当に振り返ってみると、私も若い時、今も他にも若者もたくさん同じようなことをまだしているとは思いますが、音楽を聴いて、ロックバンド、ヘビーメタル、ソウルミュージック、どんな音楽でもいいです。特にそういう、みんながキャーと言ってコンサートに行って、陶酔するような音楽はジャッジするわけではないですが、多いと思います。多いと、言われています。ヘッドフォンでかけて、ガンガンにボリュームをかけて、もうダンスをする、もう狂ったように、陶酔してしまう、本当に陶酔してしまうように、音楽を耳鳴りがキーンとするぐらいのボリュームで聴いて、育ってきた若者たち、私もそのような時期もありました。でもそのような音楽、ハリウッドから発信されている音楽、日本の芸能界の音楽もそうだと思います。世界中の他の国々のそのようなメインストリームの音楽もそうだと思います。この音楽にたくさんのサブリミナルメッセージ、コードが入っています。私たちの脳を、私たちの意識を変化させてしまう、私たちを催眠にかけるメッセージが、コードが、メロディーがちゃんと組み込まれて入っています。映画もそうです。雑誌もそうです。雑誌の宣伝コマーシャル、テレビの宣伝コマーシャル、サブリミナルメッセージがたくさん入っています。そして私たちはそれを見ていることによって、もう本当に催眠術、集合催眠、集団催眠にかけられて、お金を使って何かを買わなければ、何かを使用しなければ、素のままの私たちは価値がない、美しくない、何もできない、弱いものである、誰か外側のリーダーや神様、何かを崇拝したり、何かに頼らなければ、何かに助けてもらわなければ、私たちは救われない、私たちは何もできない、本当に小さな存在であると思い込まされてきました。音楽や映画、テレビ、そして私たちはそれらのテレビに映っている人々、雑誌の中にキラキラと輝いている人々を崇拝してきました。私はそういうことは しませんでしたが、多くの人々がそうだと思います。私は、不思議と、若い時から芸能人とかは崇拝したり追いかけたりはしたことが一度もありませんが、他に、幸いなことに、他にたくさんいろいろな違った興味、違った趣味があったからだと思います。でも若者でラッパー、ラップシンガーや芸能人たち、スポーツ選手などを本当に崇拝したように、彼らに虜になって追いかけている気持ちもわからないでもありません。それは本当に集団催眠になっているからで、陥っているからです。コントロールされているからです。ゾンビ状態です。でも私たち、そんな私たち、そのように若者時代も送ってきた私たち、そのように今もまだコントロールされている人々が、一人また一人と続々と今目覚め出しているのです。地球だけではなく、地球のボランティア、アースエンジェルやスターシードと言われる人々だけではなく、たくさんの私たちが今まだ目に見えない他のスペースから、
他の次元から、他の惑星、他のギャラクシーから来ている仲間たち、私たちのみんな仲間です。私たちのファミリーです。私たちもそこにいたことがあるのです。彼らを崇拝する必要も、私たちよりあがめ立てる必要も全くありません。私たちのフレンドです。ファミリーです。彼らが今介入してくれて助けてくれています。ダークなフォースはまだここにありますけれども、そのダークなフォースがアセンションを防ごう、イベントを防ごう、人類を滅亡させようとして働いている、コントロールしよう、恐れさせようとして働いている中、必ずちゃんと妨害が、良き妨害が入っているので、私たちはこれからも恐れることも、本当に心配する必要ももうなくなります。最近聞いたお話なのですが、私の家族のメンバーも、よく私にお話をしてくれていたのですが、私も今まで知りませんでした。悪夢というナイトメアです。悪夢、怖い夢をあなたも見たことがあるのではないかと思います。私はあまり悪夢は見ませんが、たまにやっぱり悪夢を見ます。若い頃は悪夢をたくさん見ていましたが、最近ずっとここ何年も悪夢はほとんど見ることはなくなりましたが、私の家族のメンバーやいろいろな、スピリチュアルなコミュニティの中で悪夢のお話をたくさん聞きます。悪夢は、私たちは今まで夢判断、夢診断という本なども何冊も出ていて、私たちのこの経験、過去の経験や意識状態、私たちのこのメンタルな面、またはエモーショナルな面で、私たちの意識が現れている、また何かを予告しているなどという夢判断というのがありましたが、実は今のこの特に最近ですね、最近見ている悪夢、ナイトメアは、サイキックアタック、アタックです。アルーナさんのこのビデオを本当に近日中に、同時通訳したいと思いますが、サイキックアタック、ダークエンティティ、ダークフォース、闇の存在たちの妨害、アタックです。特にライトワーカーたち、少しでも光を、何か真実を発信しよう、立ち上がって光を照らそうとする人々に特に、ナイトメアとして意識の中に、夜眠っている時意識の中に入ってサイキックアタックをしているのだそうです。だからこそいくら、波動を高く上げてライトワーカーとして活躍している人々も、今たくさんの人々が悪夢に悩まされているようです。それは最近初めて知りました。でもそれも間もなくなくなっていきます。これからあなたの人生が本当に全く違ったものになっていきます。準備は本当にできていますか？希望を失わないでくださいと前回もお話ししました。今本当に負けてしまう必要は全くないのです。もう勝ったのです。私たちは勝利しているのです。全く今までと180度違う人生、考え、感情、毎日の日々の暮らし、あなたは本当に準備できましたか ?2019 年になってなるのか、2020年になるのか、わかりません。誰にもわからないと思います。イベントは。そして、アセンション後の地球がディメンションを変えて、地球が本当にこの 3D の、デュアリティ、この闇がみんな消滅して、闇が光に戻っていった後の私たちのこの地球、この体として人類としての私たちの意識や日々の生活が想像もできないように変わってしまうと言われています。誰にもわからないのです、それがどんなに素晴らしいものであるか。でもみんな心で、ビジョンで、夢で、もう知っているという感覚で、ノーイングという、この知っているという感覚で、ヒプノセラピーなどの対抗催眠などのセッションで、チャネリングのメッセージで受け取っています。何万人、何十万人という人々がイベントの夢やアセンション後の生活の夢を受け取っています。私たちは本当に今何をしなければいけないか、自分たち、本当に自分たちは誰であるのか、あなたは誰であるのか、そしてなぜ今ここにいるのか、
なぜまだ自分のハイヤーセルフがあなたを、このアバター、3D のアバターを生かしているのか知らなければいけません。これから知っていく時が来ました。一緒にその夢をクリエイトしていきませんか。とびっきりの、もう想像できないぐらいハリウッド映画にもなかった、ディズニー映画にもなかった、それ以上のユートピア、パラダイス、ヘブンをクリエイトしていきましょう。それがあなたがこれから経験する現実、真実、人生となるのです。マイホームに帰ろうと、帰る前と、この地球上にしばらく、今しばらく居残ろうと、どちらに転んでも、どちらを選んでも、私たちは本当に今までの努力、辛かったこと、悲しかったこと、涙を流してきたこと、それらにさえ感謝することができるようになっていくと思います。私たちを強くしてくれた、私たちの素晴らしいこれからの人生、これからのアセンション後の生活をさらにもっと豊かなものに感じさせてくれる、本当にドリームだったのです。イリュージョンだったのです。今私たちはこのイリュージョンから、作られた世界から目覚めていっているところです。前回もウォークインのお話をさせていただきましたが、ウォークインのお話を本当に最近聞きました。また聞いています。ウォークインのお話をたくさん聞くようになっています。今ウォークインはスターシードたちですね、他のギャラクシーや他の次元から来ているたくさんのスピリットたちが、私たちのファミリーたちがウォークインしていると言いましたが、それらが今特に政治家やこの社会を今まで牛耳ってきたミリタリー、この軍人としてミリタリーのお偉いさんじゃなくて、なんて言うんでしょうか。また日本語がわからなくなってしまいました。ミリタリーや政治家、警察、この上の方、トップと言われてきた、エリートと言われてきた、いつもこれをやってしまいます。イルミナティ。この組織の中に続々とウォークインが、光の戦士たちです。が入っていって、世界を変えよう、システムを変えよう、社会を変えようと、地球を変えようと、働き出しています。いるそうです。私もそれをあちこちで耳にしています。これからも一緒にワクワクの冒険を続けていきましょう。スピリットのルビーちゃんも一緒にここにいてくれています。いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。それではまた。ナマステ。